瞑想して呼吸でもしましょうと思ってふーっとしても、私たちは 0.7 秒に1回考えが出てくるので、行ったり来たりがあっていつも自分の外側をさまよってる感じがないでしょうか。怒りの感情と喜びの感情、どちらが自分の中に残っていると思いますか？皆さんこんばんは、ブレイントレーナーのカシアです。今日もご参加ありがとうございます。今日も元気な脳になる自己肯定感アップセミナーステップ4、早いもので7月から始めて、今日で4回目になりました。今日もご参加ありがとうございます。今日はステップ4のリリースしましょうについてお話しするんですけれども、1から3までのことも少しこう復習しながら、最後皆さんの脳が綺麗にリリースできるといいなと思ってますので、よろしくお願いします。こちらのスライドは今日ちょっと皆さんに初めてお目にかけるんですけれども、いつもこう大きなこう大脳があって、そこにこう脳幹があるっていうのを何回かお見せしたんですけれども、本当は脳は三層構造になっています。こう断面を切ると、そして一番こうまず脳を知るっていうのが最初の1回目でした。そして2回目がこの黄色い部分、新皮質といって考えやアイディアや勉強を担当するところなんですね。これが2回目。そして3回目の脳を、これ2回目が脳を柔軟にしましょうですね。そしてブルーのところが旧皮質、感情を担当するところで、ステップ3の、脳をリフレッシュしましょうです。そしてこのピンクのところの脳幹というところ、ここが生命を担当するところでした。これが今日リリースっていうことでお話ししたいと思います。でも皆さん、あまりこの脳の絵というのはこう馴染みがないじゃないですか。でもうちょっと親近感を持ってもらいたいので、今日はこういうものを用意しました。はい、これは何だか分かりますか？いちご大福なんです。いちご大福だと急に親近感が湧くじゃないですか。いちご大福もお餅があってあんこがあっていちごがある、すごくこう三層構造でこうお話がしやすいんですね。こんな感じで見ていただければと思います。まずいちご大福を知る、そしてお餅の部分、そしてあんこの部分はどんな味だろうか、そして最後おいしいいちごまで行きたいなというところで、皆さんの脳が元気になると思います。まずいちご大福を知る、脳を知るということです。はい、これがまず脳があって、その後黄色いのがツーッと降りているのが脊髄というところです。皆さん普通体の中のどこが大事ですかと私が聞いたら、心臓であったり、はいと答える方が多いんじゃないでしょうか。大事ですよね。でもその肺や心臓もすべて脳が動かしているんです。なので脳のことをもう少し知ってあげるだけで、きっとご自分がもっと良い変化ができます。でこの脳から出てる黄色いところ、それが体と脳をつなぐ役目のところですね。でその脊髄からこう網の目のようにいっぱいこう線が出てるじゃないですか。それが神経細胞です。で脳からの指令が行ってこう体がこう動くんですね。で逆に体を動かすと脳も活性化するんです。こういつも私たちはどれほどこう脳が忙しく働いてるか、それともリラックスしているか。皆さんはどうでしょうか。はい、本当は今ここにいて脳がゆったりとした感じ、それをアルファーファと言います。いつもいつも忙しく勉強していたり考え事が多いとベータ波と言って、こう忙しく忙しく脳が動いてるんですね。あ、じゃあもうちょっと落ち着かなくちゃ、マインドフルネスも今流行ってるし、瞑想して呼吸でもしましょうと思ってふーっとしても、私たちは 0.7 秒に1回考えが出てくるので、あ、瞑想しながらも、あ、明日忘れ物あれをしなくちゃいけないとか、あ、昨日あれをやっちゃってあの人に連絡し忘れちゃったとか、なんかこう行ったり来たりがあっていつも自分の外側をさまよってる感じがないでしょうか。ここにお侍さんがいますよね。これ江戸時代の方です。江戸時代のなんと1年分が今の私たちの1日です。
びっくりしませんか？江戸時代で7年間生きた人の情報量が私たちの今1週間なんですね。同じ体をしているのにどれほど私たちは情報が忙しいんだろう。こんなことでは今ここ、落ち着きたいと思ってもなかなか落ち着けないですね。脳もきっと、いつも元気に元気に働いてゆっくりできないかもしれません。少しご自分の脳を感じてあげることで今ここリラックスした集中ができるんですね。体と遊ぶようにしながら少し脳を感じました。そうすると脳がゆったりしてきて元気な脳に入る入り口ができます。さあ、そして次ですね。今度はお餅の部分です。さあ、お餅の部分、あむっといちご大福を食べたときにお餅が硬かったらどうですか？食べないじゃない、あんこまでいけないじゃないですか。やはりお餅は柔らかくなくちゃいけませんね。さあ、皆さんの脳は柔らかいですか？硬いですか？ここに歌を歌ってる女の子がいます。何か少し緊張していますね。何か嫌なのかしら。小さい子がこう歌を歌ってると、こう体がこう跳ねて嬉しそうに歌うじゃないですか。もう見てるだけでも嬉しそうになりますよ。嬉しくなりますね。しかし、ある時、ふと笑われてると思った時、また、からかわれてるなと思った時に、もう、パス！私は絶対人前では歌わない！こうすごく恥ずかしくなるじゃないですか。きっとそれがトラウマになって、大人になっても残っているかもしれません。そうすると、その子がですよ、歌うことを抑えることによって、無意識に音楽を成長させるシナプスが増えるのが抑えられていることになるんですね。私たちが持っているこの脳神経細胞、生まれてから全員持っている数はなんと1000億個なんですよ。それは誰もが一緒です。しかし、その脳神経細胞がシナプスでくっつくことによって目覚めさせてくれるんですね。とシナプスが多ければ多いほど、その情報をすごく柔軟にいっぱい使えるということです。さあ、お餅が柔らかくなりました。あむって噛んで次にあんこのところ。じゃああんこがしょっぱかったり辛かったりしたらどうしますか？あ、もうやっぱりこれ食べられないってなるじゃないですか。ねえ、美味しいあんこがいいです。このあんこは感情のところです。喜怒哀楽、いろいろありますが、心で起きると思っていたんですけど、それが違いました。脳の中にある脳内ホルモンっていうのが作用によって怒ったり笑ったりするんです。はい。こちらの脳にいろいろな顔がありますね。ガーッと怒ったり、ああ、どうしようって不安になったり、わあ、できたできたと喜んだり。皆さんは怒りの感情と喜びの感情、どちらが自分の中に残っていると思いますか？そうなんです。怒りの感情は残ってしまうんですね。嬉しかったり、わあ、幸せっていうのは、ふわーっと軽いんですね。しかし、やっぱり怒ったり、不安っていうのは、なんか重たく自分に残ってしまいます。はい。この怒りとか、ストレスっていうのは、この扁桃体というところでできます。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。